2号艇内枠2走で勝負がけ乗り切りたい愛知和歌山美穂。3号艇手応えは徐々に上向いています。岡山佐藤幸子。4号艇角から一矢報いたい茨城岡野清子。5号艇初日のフライングが悔やまれます。三重加藤綾。6号艇まずはここスタート踏み込みたい栃木小林康奈。以上の6選手です。1レースは1号艇の延べと2号艇の和歌山の2人が勝負がけ、ボーダー 6.00 と想定しますと、ともに2走で18点が必要です。枠番有利になんとか後半戦に望みをつなげたいところです。陰線1号艇延べ人気の中心、2コースが2号艇和歌山、3コース3号艇佐藤、4コース角が4号艇岡野、5コース5号艇加藤、大外6コース6号艇小林と決まります。第1レース予選競争、進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2コースから2号艇の和歌山コースタート、延べはやや遅れています。4コースから4号艇岡野が伸びていって一周1マーク、先まくるや2号艇の和歌山、陰線残す1号艇延べ、間を割って5号艇の加藤でバックストレッチへと抜け出します。スタートは正常です。先頭争い、インコースが1号艇の延べ、アウトコースが2号艇の和歌山、内側から5号艇加藤も船を伸ばしてきます。レースはこれより1周2マークです。トップ旋回は1号艇の延べ、2番手5号艇の加藤のうちさばいてきたのは2号艇の和歌山、2号艇の和歌山が一気に先頭へと躍り出ます。先頭は2号艇の和歌山、リードは2艇身、2番手1号艇の延べ、3番手が5号艇の加藤でレースは前提2周目です。2マーク高旋回からトップに踊り出ました2号艇の和歌山、2周1マークをトップでクリア。2番手は1号艇の延べ、3番手は5号艇の加藤です。上位の体型は2番、1番、5番、先頭2番手の定間4艇身、2番手3番手の定間は3艇身ほど、上位3艇抜け出しています。レースはこれより2周2マークです。トップで2号艇の和歌山がクリア、2番手1号艇延べ、3番手は5号艇の加藤、上位体型変わらず2番、1番、5番ですが、2番手、3番手の定間が1艇身半と詰まっています。レースはこれより最終周回です。水が空いて4号艇の岡野、3号艇佐藤、最後方6号艇小林と続いています。3周1マークをトップで2号艇の和歌山がクリア、2番手1号艇延べ、3番手は5号艇の加藤、上位の2人なんとか後半戦に望みをつなげそうです。4番手は4号艇岡野、 3号艇佐藤、最後方6号艇小林と続いています。最終端マークをトップで2号艇和歌山クリア、後半戦は5レースにも登場です。2番手1号艇延べ、3番手は5号艇加藤、3連単 48.4 倍です。先頭2番和歌山ゴールイン、1番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールインです。川野芽衣、4号艇持ち味生かせるセンター枠番、三重鈴木由美子。5号艇は勝負の今日外枠の2回走り、愛知の笠野幸恵。6号艇は昨日3日目にインで白星挙げました埼玉大沢まだ。以上6メンバーです。穏やかな水面コンディションです。陰線は1号艇の長田光子、これがシリーズ2度目の陰線になります。2コースは2号艇の今井由里、そして3コースが3号艇の川野芽衣です。4コースには4号艇の鈴木門一になります。そして5号艇の笠野、6号艇の大沢と枠なり3対3です。人気の中心は2号艇の今井由里、ここは格上の存在、しっかり人気に応えるか2号艇今井です。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。
スタートしました。2コースから踏み込んでいきました。2号艇今井が好スタート。4コースから4号艇鈴木であります。インから伸び返せるか。1号艇オスタダが強引に先舞い、これを見ながら刺してくる2号艇今井、まくっていくのは4号艇の鈴木でありますが、2号艇の今井の差しのハンドルが入りました。1号艇オスタダを捉えた2号艇今井が先頭です。スタートは前提正常。残す格好は1号艇を長田、3番手4号艇の鈴木、あるいは3号艇カーノが続きまして1周2マークです。先頭2号艇今井、2番手はつけて回る1号艇長田、やや大回りになりました。4号艇の鈴木、やや引き波をなぞりながらも現在2番手争いに踏みとどまっています。4番手には5号艇笠野、そして3号艇カーノは5番手に交代しました。最後方は6号艇の大沢マナー。前提が2周目に入っています。2番手争いは長田、さらには4号艇鈴木の戦い。外を牽制しながら2周の1マークは2番手4号艇鈴木は先前です。ここでリードを作った4号艇の鈴木由美子、3番手が1号艇長田、4番手は3号艇川野芽衣、後方5番手は6号艇大沢、5号艇笠野の争いです。先頭はちぎりました。1番人気に応えるべく他を圧倒する動きは2号艇今井です。2番手は4号艇の鈴木、そして今度は3番手カーノが競り込んでくるんですが、1号艇長田がなんとか振り切っています。 2,3 番手の間隔はおよそ3停止、さらには 3,4 番手は2停止差。レーサー最終周回です。先頭独走2号艇今井、2番手は4号艇の鈴木、1号艇長田の順です。最終周回第1ターンマーク、先頭でバックスレッジが抜け出しました。2号艇今井、後半戦に望みをつなげる力走であります。シリーズ2勝目となりそうです。2番手は4号艇の鈴木、3番手1号艇長田、最後は迫りくる3号艇カーノ。さあ3、4番手の間隔はみるみるうちに縮まってまいりました。3号艇カーノが追い込んで、その差ボート半分です。1号艇長田か、あるいは3号艇のカーノメイン、3番手はどうなるか。3周2マーク、1号艇長田が先前、もたついた3号艇カーノ、ここは万事休す。先頭2番今1着で五輪、4番鈴木五輪、1番長田五輪、3番川野、5番笠野、6番大沢の順で五輪。松瀬ひろみ、4号艇安定した好スタート決まっています。岡山福島陽子、5号艇気力実力ともに1枚上手は広島運のゆかり、6号艇手応えは日ごとに上向きです。神奈川広中千佐へ、以上の6選手です。陰線は1号艇の久保田、2コース2号艇引導、3コースが3号艇の松瀬。久保田と松瀬は今日ここ1回走り、ともに4着でポイント 6.17 となります。4コースの4号艇福島は今日2走で8点、5コース5号艇の運動は無事故完走で準優等格、大外6コース6号艇広中は今日2走で13点の勝負がけとなります。3対3の枠なりでスタートまでは10秒切ります。第3レースの予選競争、進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5コースから5号艇の運の1コース1号艇久保田、好スタートで1周1マークへと向かいます。まずは逃げる1号艇久保田をまくっていくのは3号艇の松瀬、2号艇のインドのうち間を割って5号艇の運のがバックストレッチへと抜け出します。スタートは正常です。先頭争い大混戦ですが、5号艇の運の、そして1号艇の久保田が接戦、その後ろは4号艇福島、僅差で2号艇インド、3号艇松瀬と固まっています。一瞬にマークをトップで5号艇の運のがクリア、2番手4号艇福島の外を握って回った1号艇久保田と3号艇の松瀬ですが、2番手争いは4号艇の福島がやや優勢でレースは前提2周目に入ります。僅差の3番手で1号艇久保田、内からは3号艇の松瀬が追走、1周1マークをトップで5号艇の運野がクリア、2番手4号艇福島、3番手は3号艇の松瀬、内を捉えてきたのが1号艇の久保田、3番手争い接戦です。インコースが1号艇の久保田、アウトコースが3号艇の松瀬、その後ろ水が相手2号艇インド、6号艇広中と続いています。レースは2周2マーク、トップで5号艇の運野がクリア、2番手4号艇の福島、接戦の3番手争い、内をついて3号艇の松瀬が上がってきます。3番手争い、インコース3号艇松瀬が一定線優勢、アウトコースが1号艇の久保田、接戦続いてレースは 3周目に入っています。3周1マークをトップで5号艇の運野がクリア、2番手は4号艇の福島、接戦の3番手先に回った3号艇の松瀬、内をついて1号艇の久保田ですが、3番手争い3号艇の松瀬が一定線半優勢です。
フェンスはこれより最終ターンマークへと向かいます。間隙捉えて先頭は5号艇の運のゆかり、2番手は4号艇の福島、接戦の3番手争いは1号艇の久保田がやや優勢でレースはまもなくゴールを迎えます。先頭5番運のゴールイン、4番ゴールイン、1番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールインです。押し抜けますか、滋賀白石義恵。3号艇は決めて上位、長崎池田志乃。4号艇ここで予選突破を決めた一戦です。埼玉足立美穂。5号艇は開催2日目にイン残して2着連帯があります、佐賀入船幸子。6号艇はスタートが鍵を握ります、山梨渡辺佳子。以上6名の対戦です。スタートラインに対して現在追い風のコンディションでありますが、波水面という状況までは言っておりません。陰線は1号艇の渡辺博子、2コースは2号艇の白石です。そして3コースには3号艇池田志乃。今日は2回走りいずれも落とせない勝負がけであります。3号艇池田、4コース角1が4号艇の足立、5コースには5号艇の入船、6コース6号艇渡辺佳子と決まります。第4レース、進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。綺麗に揃いました。スリットライン上、センターコースの面々が足を伸ばしていきます。3コースから池田が仕掛ける展開、内側から小回りは渡辺博子でありますが、まくっていく3号艇池田、まくり出してくるか4号艇の足立美穂。スタートは前提正常でした。先頭は3号艇池田氏の追走する4号艇足立、3番手には1号艇の渡辺博子が続いています。中段4番手には5号艇入船幸子。レースは一周リマークです。先頭は早々抜け出しました3号艇池田、追走する4号艇が足立、4号艇の足立が差し構えでありますが、体勢変わりません。先頭2番手の間隔は2停身半ぐらいです。レースはこれから2周目に入ります。3号艇池田氏のが先頭です。2番手が4号艇の足立美穂、3番手が1号艇の渡辺博子。レースは2周1マークです。3号艇池田、4号艇足立の順です。3番手は1号艇渡辺博子、4番手には5号艇入船、後方5番手は渡辺佳子、あるいは2号艇の白石の争いです。先頭リードを6停身作りました。3号艇池田氏のが先頭です。2番手は4号艇足立、そして1号艇の渡辺博子、人気の面々が上位を形成する格好です。3号艇池田、4号艇足立の順、バタつきながらも1号艇渡辺博子は3番手を守ります。体勢ほぼ固まりまして、レースは最終周回です。今日は後半10レースを控えている3号艇池田氏の、まだまだ望みつながりそうです。2番手は4号艇の足立、そして1号艇の渡辺博子の順です。最終周回第1ターンマーク上位3選手が旋回、4番手は5号艇入船、後方5番手が2号艇白石、最後方が6号艇渡辺佳子の体勢です。大きなリードを作りました3号艇池田氏のが先頭です。2番手は4号艇の足立、さあこの2着連帯でほぼ予選突破見えてまいりました。地元の4号艇足立は2番手の位置です。1号艇渡辺博子3番手、341の3連単、1番人気 7.8 倍、先頭3番池田五輪、4番足立五輪、1番渡辺博子五輪、2番5番は接戦で五輪、6番渡辺佳子五輪。千秋4号艇実力上位、混戦砂漠テクニックは見事です。静岡三浦恵里。5号艇序盤の勢いを取り戻したい滋賀遠藤恵美。6号艇粘り強い走りを見せています福岡真子夏美。以上の6選手です。陰線は1号艇の和歌山。今日の前半レースは混戦の先頭争いをさばいてシリーズ初白星、ここは2着でポイント 6.00 となります。2コースが2号艇の橋田、今日この1回走り3着で 6.00。 3コースは3号艇の土屋、今日は連勝条件です。船を引いた4コース角一が人気の中心、4号艇三浦、今日は2走で4点の勝負がけです。
5コース5号艇遠藤、大外6コースが6号艇の誠決まります。スタートまでは10秒切りました。第5レースの予選競争、進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから1号艇の和歌山、3コース3号艇土屋が好スタートで1周1マークへと向かいます。まずは逃げる1号艇和歌山を一気にまくっていったのは3号艇の土屋、打ち刺してきたのは2号艇の橋谷田でバックストレッチへと抜け出します。スタートは正常です。先頭はまくって抜け出しました3号艇の土屋、リードは3艇身、2番手は2号艇橋谷田、3番手が4号艇の三浦でレースは1周2マークです。トップ旋回は3号艇の土屋、2番手2号艇橋谷田、3番手小回り6号艇真子の外を握って回った4号艇の三浦、単独3番手は4号艇の三浦です。上位の体型は3番、2番、4番でレースは前提2周目に入っています。1周1マークをトップで3号艇の土屋がクリア、2番手は2号艇橋谷田、3番手は4号艇の三浦です。2番手3番手の定間が2艇身とやや縮まっています。上位体型は3番、2番、4番、その後ろは1号艇和歌山、6号艇真子、最後方5号艇遠藤と続いています。2周2マークをトップで3号艇の土屋がクリア、2番手2号艇橋谷田、3番手4号艇三浦で、上位体型変わらず3番、2番、4番でレースはこれより最終周回です。先頭3号艇の土屋、今日は連勝条件の厳しい勝負がけとなりますが、なんとか後半戦に望みをつなげそうです。3周1マークをトップで旋回、バックストレッチへと抜け出します。2番手が2号艇橋谷田、3番手が4号艇の三浦、上位体型変わらず3番、2番、4番です。水が空いて1号艇和歌山、6号艇真子、最後方5号艇遠藤と続いています。先頭3号艇の土屋、後半戦は9レースにも登場です。最終ターンマークをトップでクリア、2番手は2号艇橋谷田、3番手4号艇の三浦、3連単は 69.1 倍です。先頭3番土屋ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、1番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールインです。水面です。愛知宇野弥生、4号艇着取りまとめて好リズム、神奈川渡辺千草、5号艇はオール2連隊、準優好枠のかかる開催4日目です。静岡佐田の久江、6号艇は昨日はよもやの勇み足でした、栃木桜本歩、以上6名です。1コースには1号艇の佐藤幸子、そして2コースには2号艇川野芽衣、3コースが3号艇の宇野弥生です。4コースの角が4号艇の渡辺千草、5コースが5号艇の佐田野、6コースが6号艇の桜本です。ほぼ風は収まりました。静水面のコンディションで迎える第6レースの予選競争、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。第6レーススタートしました。 1,2 コースはやや遅れた格好になりました。3コースからバチッとスタートを決めたのは3号艇の宇野弥生。さあ準地元水面で躍動する動き、3号艇の宇野弥生であります。4号艇の渡辺がついていく、さらには5号艇の佐田野が左右内からアウトコースから、6号艇桜本の3番手の争い、4号艇の渡辺千草まくり差しから3号艇の宇野に迫る動きでありますが、ここは外に振りました4号艇の渡辺千草。1周にマーク、3号艇宇野が先頭でターン、ターンマークを少し外しました4号艇の渡辺、その渡辺を突き放しました3号艇宇野が先頭です。3番手は5号艇の佐田野、6号艇桜本の争い、後方5番手が1号艇の佐藤、最後方が2号艇川野芽衣。レースは2周1マークです。注目は3番手握る6号艇の桜本が5号艇佐田野を競り落としていく。3番手に6号艇桜本が上がりました。単独の位置、現在3番手が6号艇桜本、2番手の4号艇渡辺とはその差、現在4艇身です。先頭3号艇宇野弥生、2番手が4号艇の渡辺です。6号艇の桜本、もう1回迫るのは5号艇の佐田の久江でありますが、2周2マーク、6号艇の桜本が握っていく、引き波をなぞりました佐田のは4番手の位置、後方5番手が1号艇佐藤、最後方が2号艇川野芽衣。レーザー最終周回です。
3号艇の宇野がトップ、2番手は4号艇の渡辺千草、6号艇の桜本が道中の競り合いを制して3番手。最終周回第1ターンマーク上位の3艇がクリアしました。船が暴れています。5号艇佐田野は体勢変わらず4番手の位置です。 3,4 番手の間隔、最終周回バックストレッチ側では3艇身弱というところまで最接近です。5号艇佐田野久江、最終コーナーに向かいます。先頭は3号艇宇野、2番手は4号艇渡辺、3番手覗いていく5号艇佐田野、6号艇桜本にプレッシャーをかけていく。さあ外流れた桜本、佐田野と接戦状態。先頭3番宇野五輪、4番渡辺五輪、5番6番、6番5番は接戦で五輪、1番佐藤五輪、2番川野五輪。4号艇は静岡木村紗友希、そして5号艇好調です、佐賀の太田雅美、6号艇愛知笠野幸恵、以上6選手の対戦です。1号艇の福島陽子、前半3レースでは2着連帯、この2着連帯でこの後半戦は無事故完走で準優当確としています。2号艇宮本のりみも今日は1回走り、ここまで5走いずれも3連帯を果たしています。こちらも福島同様に無事故完走で準優当確。勝負がけは3号艇野辺香織、前半2着でここ勝利ならばポイントは6点に乗ります。2着ですと 5.67、 したがって野辺はここ1着勝負になります。スロー算定は枠成、そして4コース角1が4号艇木村、5コースには今回絶好調5号艇太田、こちらも福島宮本同様に準優無事故完走で当確。6号艇笠野は6コースです。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。 2,3 コース好スタートを切りました。インコースから1号艇福島が伸び返せるかどうか、1周1マークです。逃げる1号艇の福島、これを見ながら刺してくるのは2号艇の宮本のりみ、逃げる1号艇福島、そして刺してくる2号艇宮本の先行争いになりました。スタートは前提正常でした。へさきをかける2号艇宮本、行く手を阻もうと内側締め込んでいくのは1号艇福島陽子、福島先頭です。外に振りました2号艇宮本、そして3番手は集団になっています。逃げる3号艇延香、張っていく6号艇笠野、バランスを崩した2号艇宮本に迫りくる6号艇3号艇であります。さらには5号艇太田は随分と置かれてしまいました。最高峰6番手に交代、レースは2周目に入ります。先頭は1号艇の福島、押し切り体制作っています。2番手が2号艇の宮本、そして3番手落として回る6号艇笠野を見ながら3号艇延べが迫るバックスレッジ側の攻防です。3番手争いは現在一定審判、6号艇笠野が優勢です。3号艇延べは現在4番手の位置、後方5番手が4号艇木村、最後方が5号艇太田雅美の体制です。2周リマーク、先頭で1号艇福島が旋回しました。2番手は2号艇宮本のりみ、3番手ここも落として慎重な旋回は6号艇笠野幸恵です。4番手3号艇延香織、ここ勝負がけでありましたが現在無念の4番手の位置、レースはラスト1周間に入っています。1号艇の福島先頭です。2番手2号艇宮本のりみ、先頭2番手はいずれも人気の面々であります。そして3番手にはこのレース人気薄の6号艇笠野幸恵、4番手変わらず3号艇延香織、後方5番手が4号艇木村、最後方が5号艇太田雅美の体制です。最終コーナーに向かいます。先頭は1号艇の福島陽子です。今最終周回第2ターンマークを先頭でターンしました。ホームストレッチ側に戻ります。2番手が宮本のりみ、3番手6号艇笠野、1、2、6の3連単は 44.3 倍、1番福島五輪、2番宮本五輪、6番笠野五輪、3番延べ五輪、4番木村五輪、最高峰6番手で5番太田五輪。4号艇前半1着、厳しい勝負がけ望みをつなげています。群馬今井由里、
5号艇、初戦も得意の5コースから全速まくりを決めました埼玉原香織。6号艇、前半5着、大外から展開捉えたい滋賀白石芳恵、以上の6選手です。引戦は1号艇インド、2コースが2号艇の内田、3コースが人気の中心、3号艇の永井雅美。今日は12レースとの2走で9点の勝負がけです。船を引いていきます。4コース角市が4号艇の今井、今日の前半カードは指して白星、ここは2着以上が欲しいところです。そして5コースが5号艇の原、シリーズ3勝をマークしています。今日はこの1回走り4着以上が欲しいところ。そして大外6コースが6号艇の白石と決まります。第8レースの予選競争、進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2号艇の内田が大きくへこんだスタートとなりました。3コースから3号艇の永井が好スタートで1周1マークです。まくっていく3号艇の永井、握って回る5号艇の原、陰線残す1号艇の引導でバックストレッチへと抜け出します。スタートは正常です。先頭は3コースからまくりました3号艇の永井、リードは3艇身、2番手は1号艇の引導が1艇身優勢、その外に5号艇の原がつけています。ペースは1周2マークです。トップ旋回は3号艇の永井、2番手1号艇引導、3番手は5号艇の原でホームへと折り返してきます。上位の体型は3番、1番、5番でレースは2周目に入ります。4番手が4号艇今井、5番手6号艇白石、最後方2号艇内田の格好です。2周1マークをトップで3号艇の永井が人気に応えてクリアします。2番手は1号艇の引導、3番手は5号艇の原、上位体型は5番、1番、上位体型は3番、1番、5番、3番、1番、5番です。レースはこれより2周2マーク、トップで3号艇の永井がクリア、2番手は1号艇のインド、3番手は5号艇の原でホームへと折り返してきます。上位3艇大きく抜け出しました。上位体型変わらず3番、1番、5番でレースは最終周回です。スタート決めてまくり切りました3号艇の永井が先頭です。2番手は1号艇インド、3番手が5号艇の原、なんとか勝負かけ成功となりそうです。5号艇の原香織、最終バックストレッチへと上位3艇が抜け出します。その後ろ水が空いて4番手が4号艇今井、5番手2号艇内田、最後方6号艇白石と続いています。3、1、5の上位体型で最終ターンマークです。トップ旋回3号艇永井、2番手は1号艇のインド、3番手が5号艇の原、上位の体型は3番、1番、5番、3連単 25.1 倍です。先頭3番永井ゴールイン、1番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、6番2番ゴールインです。一発の魅力を秘める岡山盛岡巻き、4号艇は前半勝利、ここは連勝あるのみの開催4日目です。群馬土屋千秋、5号艇は前半2着連帯と好走しました三重鈴木由美子、6号艇は前半4着波乱を演じるか佐賀入船由紀子、以上6名です。さあ2号艇の谷川、ここ3着でポイントは 6.50、 そして4着ですと 6.17 の状況です。そして勝負掛けは4号艇の土屋千秋、現在の 6.20 から考えますと連勝でも届かないということになります。連勝して結果待ちになります4号艇の土屋千秋、戸田は大好きな水面ですとも言います。その4号艇の土屋は4コースの角市、枠なり3対3の第9レース予選競争、人気は2号艇谷川に集まっています。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4コースから覗いていった4号艇の土屋千秋は好スタートを切りました。ぐっとスリット後伸びていく4号艇の土屋、先前は1号艇岡野を叩いていく4号艇土屋の強をつけ前が決まりました。1号艇岡野を今度は刺して2号艇谷川、1号艇の岡野が3番手、最内から5号艇鈴木が刺して3番手に浮上する勢い、スタートは正常でした。早々に蹴りをつけた4号艇の土屋千秋、
現在首の皮1枚つながった状況でありますが、連勝になるか。先頭で2マークをクリアしました。2番手は2号艇の谷川です。後方は1号艇岡野、5号艇鈴木はやり合う格好、3号艇森岡割って入るか。レースはこれから2周目に入ります。4号艇の土屋が先頭です。2番手は2号艇谷川、そして1号艇の岡野が3番手、さらには3号艇森岡、5号艇鈴木は続く2周の1マークです。3番手は1号艇岡野が先輩です。5号艇鈴木、3号艇森岡続いていますが、体勢変わりません。4対1の並びです。先頭は4号艇の土屋千秋、2番手は2号艇谷川です。3番手も1号艇岡野がリードを作りました。4番手3号艇森岡真希、その後ろ5番手に鈴木、最後方が入船幸子の体勢です。さあ2周2マークでは分回る5号艇鈴木、応戦する3号艇森岡、さあ両選手で1号艇岡野に最接近です。ラスト1周に入りました。先頭は4号艇の土屋千秋、2番手は2号艇谷川です。1号艇岡野、さらには3号艇森岡が続く体勢です。最終周回第1ターンマーク上位3艇が旋回、4番手も変わらず3号艇森岡牧、5番手には5号艇鈴木、最後方が6号艇入船幸子です。先頭は4号艇土屋千秋、開催4日目連勝ゴールがもう目前です。2番手は2号艇の谷川理恵、そして1号艇岡野の順です。最終コーナーを4号艇土屋、2号艇谷川、1号艇岡野とクリア。4対1の3連単は 20.2 倍、先頭4番土屋合輪、2番谷川合輪、1番岡野合輪、3番森岡合輪、5番鈴木合輪、6番入船合輪。本日もスタートから鋭い仕掛けは愛知宇野弥生、5号艇予選突破へ大敗は許されません東京平田さやか、6号艇前半1着で厳しい勝負がけ望みをつなげています長崎池田氏の以上の6選手です。このカード三浦恵里、雲野ゆかり、宇野弥生の3選手は無事故完走で準優当確、他3選手が勝負がけです。陰線は1号艇早坂、3着でポイント 6.33、 4着ですと 6.00 です。2コース2号艇三浦、3コースが3号艇の雲野、船を引いた4コース角1、4号艇宇野、5コースが5号艇の平田さやか、ここ4着で 6.33、 5着で 6.00 です。大外6コースが6号艇の池田氏の前半1着、ここも1着ですと 6.33、 2着で 6.00 となります。第10レースの戸田特賞進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしていきました。センター勢が好スタート、3コースから3号艇雲野、4コース4号艇宇野が好スタートです。1周1マークまくっていく3号艇の雲野、まくり差しに入る4号艇の宇野、陰線残す1号艇早坂、外を行ったのは6号艇の池田でバックストレッチへと抜け出します。スタートは正常です。先頭はまくって抜け出しました3号艇の雲野ゆかり、リードは3艇身、2番手4号艇宇野、3番手インコース1号艇早坂、アウトコース6号艇池田で1周2マークです。トップ旋回は3号艇雲野、2番手4号艇宇野、3番手一艇身優勢は6号艇の池田、内側から1号艇早坂が猛追でレースは全艇2周目です。5番手5号艇平田、最後方2号艇の三浦です。レースは2周1マークの攻防です。トップで3号艇の雲野がクリア、2番手は4号艇宇野、3番手内側1号艇早坂の外を握って回る6号艇の池田、3番手は6号艇の池田が優勢です。上位の体型は3番、4番、6番です。その後ろ1号艇早坂、5号艇平田、最後方2号艇三浦と続いて2周2マーク、トップで3号艇雲野がクリア、2番手は4号艇の宇野、先頭2番手の定冠が一定審判と縮まっています。水が空いて3番手が6号艇の池田でレースは全艇最終周回です。先頭2番手の定冠徐々に詰まっています。先頭3号艇雲野ゆかり、3周1マークをトップでクリアします。差し構え4号艇宇野弥生ですが、先頭2番手の定冠2艇身です。水が空いて3番手は6号艇の池田、上位の体型は3番、4番、6番です。今日これで連勝ゴール大きくポイントアップとなりそうです。先頭は3号艇の雲野ゆかり、最終ターンマークをトップでクリア、2番手は4号艇の宇野、3番手は6号艇の池田で方面折り返してきます。3連単は 25.1 倍で間もなくゴールです。先頭3番雲野合輪、4番合輪、6番合輪、1番合輪、5番ゴールイン、2番ゴールインです。
上6メンバーです。現在の得点18位はポイント6.17、ここをめぐる争いとなりそうです。さらにこの11レースの1番は準優高枠をめぐる争いも白熱しそうです。その準優高枠のボーダーは 8.60 あたりとなりそうです。1号艇の香川はここ勝負がけ、2着に入ればポイントは 6.50 となります。その香川の陰線、2コースは2号艇の池田明美、こちらは準優高枠のかかる一戦、3号艇の足立はぜひとも上位着には入っておきたい、4着ですと 6.50 というポイント状況。前半2着でだいぶポイント的には余裕ができました、3号艇足立であります。そして4号艇の松本明恵は4コースの角市、3日目の状態が一番いいといいます。ここ2着でポイントは 6.33 です。11レースの特選競争進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インから踏み込んでいきました。トップスタート1号艇の香川元子、香川が棄権を制しました。3コースから仕掛けるのは地元の足立でありますが、牽制する1号艇香川若干流れました。しかし流れながらも押し切り体制、2号艇の池田が2番手のうち、4号艇松本明恵が続いていまして、張られた格好は3号艇足立、後方5番手に交代しています。さあ3番手の争いが注目、松本明恵、さらには5号艇渡辺千草、割って入るか地元の足立、一周リバークです。さあ握る4号艇の松本明恵が2番手3番手、このあたりは間隔を縮めにかかります。5号艇の渡辺千草はもたつきまして4番手に交代です。レースは2周目に入りました。ここを勝負がけの1号艇香川元子、その勝負の一戦見事に決めそうであります。2番手は2号艇の池田明美、その池田に猛追は4号艇の松本明恵。さあ2周の1マーク強旋回で4号艇の松本が急追であります。 2,3 番手の間隔はわずかに一定審判です。4番手には5号艇の渡辺千草、後方5番手は3号艇足立、最後方は6号艇太田雅美の体制です。2周2マーク2番手が注目、付け前は4号艇の松本明恵、受け止めるか2号艇池田明美、池田は現在2番手を守ります。その差は二定審査、4号艇の松本明恵3番手、レースは最終周回です。先頭は大きなリードを作りました。1号艇の香川元子、2番手は2号艇の池田明美、そして4号艇の松本明恵の順、最終周回第1ターンマーク香川池田の順です。食い下がる4号艇の松本明恵は3番手。さあ松本明恵は一つでも順位を上げておきたいところでありますが、2,3 番手の間隔は現在3停止あります。先頭は1号艇の香川元子、2番手は2号艇の池田明美、4号艇の松本明恵3番手、最終コーナーです。香川が旋回、2番手池田、4号艇の松本明恵、最後は有田家の力を振り絞って、さあゴール線上届いてくるかどうか。勝ったのは1号艇香川、1着で五輪、2番4番の順で五輪、5番渡辺五輪、3番足立五輪、6番太田五輪、神奈川弘中千さえ、6号艇静岡佐田野久恵、以上の6選手です。永井山川佐田野の3選手は無事故完走で準優当確です。陰線は1号艇永井雅美、前半カードは3コースからまくりで白星、後枠からさらなるポイントアップを狙います。2コースが2号艇中里、ここは2着以上が条件です。地元の意地を見せたいところ。そして3コースが3号艇の高橋、こちらは3着以上で準優当確となりそうです。プラン引いた4コース角1、人気の中心4号艇山川、文句なしのシリーズリーダー、現在4連勝中です。5コース5号艇広中、大外6コースが6号艇の佐田野、前半は逆転3着、ここ1着ですと準優1号艇を手に入れてそうです。12レース記者選抜戦、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしていきました。インコースから1号艇長井、3コース3号艇高橋が好スタートを切っています。1周1マークです。まくっていくのは3号艇の高橋、陰線残す1号艇長井、打ち刺してきたのは4号艇の山川でバックストレッチへと抜け出します。スタートは正常です。先頭はまくり切りました3号艇の高橋、リードは2停進、2番手は4号艇山川、3番手が1号艇長井、その後ろは5号艇広中、2号艇中里と続いて1周2マークです。トップ旋回は3号艇の高橋、2番手が4号艇の山川、3番手が1号艇の永井。
上位の体型は3番、4番、1番でレースは2周目に入ります。その後ろは5号艇広中、2号艇中里、最後方6号艇定野と続いています。2周1マークをトップで3号艇の高橋がクリア、2番手は4号艇の山川、3番手が1号艇の永井。上位の体型は3番、4番、1番です。先頭2番手の定冠は6艇身、先頭3号艇高橋が大きなリードを作ります。2番手は人気の中心4号艇山川、3番手が1号艇の永井です。2周2マークをトップで3号艇高橋がクリア、2番手は4号艇山川、3番手1号艇の永井でホームへと折り返してきます。上位体型変わらず3番、4番、1番でレースはこれより最終周回です。見事勝負かけ成功となりそうです。先頭は3号艇の高橋敦美、3周1マークをトップでクリア、バックストレッチへと抜け出します。2番手が4号艇の山川、3番手が1号艇の永井、上位3艇大きく抜け出しました。上位体型は3番、4番、1番です。水が空いて2号艇中里、最後方は5号艇6号艇の接戦です。残す端マークはあと1つです。最終端マークをトップで3号艇高橋がクリア、2番手は4号艇の山川、3番手は1号艇の永井です。3連単は 64.2 倍でレースは間もなくゴールです。先頭3番高橋ゴールイン、4番ゴールイン、1番ゴールイン、2番ゴールイン、5番6番接戦でゴールインです。